で、解放する科学者は2箇所は、まず最寄りのワイルドコースト西部ってとこに行く。特殊部隊走らせる503課です。ボーマーさん、工作でどうなったか知らんしね。前作のストーリー全く覚えてねえ俺。お、あ？出たよ。ドローン。ビバ、レシリアン。ビバーク。よいしょっと。これヘリで飛んでる間はね、マップの縮尺が拡大されるから、敵が結構付近にいるように見えちゃうけど、実際そうでもないんだ。結構遠かったりする。まあ俺はバフ以外必要なものがない。クラフトする。エンジン研究開発センターってのがあそこにある。なんで研究機関、開発機関あたりってちょっと湖に囲まれてんの？なんでだろうな。前行ったとこもそうだと思うな。あれ同じとこじゃないよね、これ。違うよね。違う、違う。あんな真ん中に木なかったよ。さあ、ちょっと高いところから。ヘリポートありよ。あ、あそこはもうすっと止まってんだよ、ヘリが。あ、難しい。ああ、ハリコあか。ー、あ、これは申し訳ない。はい。おお、めっちゃ急斜面。さあ、まずはきっちり偵察してからね。きっちり、きっちり偵察してからね。ああ、滑っちゃう。確実に死体がバレない位置のね、敵を片付けていこうか。あ、ドローンも飛んでるね。どれだっけ？ああ、おるときあったあったあった。よーし。めんどいめんどまた。い。はい。情報を取れればいいから、情報持ってる兵士がめっちゃいる。あ、そこ目の前にできるから気をつけて。リロード武器切り替えせずに4人キルがあるんだ。いや、情報持ってるからね、そいつは。殺さんでくれ。情報持ってるのいっぱいいるから、誰か一人でいいんじゃないの、これ。まあ、それはそうなんだけどね。あ、ヘリポートのやつはやりづらくねえか。2人で協力すればヘリポートぐらいの、3人ぐらいなら。っていうか、まあ、情報持ってるやつは、あ、でも、足打って負傷させても口は開くから警戒されちゃうな。さあ、どうする？ラス位置残せばいいんじゃないかな。じゃあさ、待って待って、奥に回られた。ちょっと待ってね。何がしたいんだ。ええ。あっ！もう。あ、リロードしちゃった。で、そいつを捕まえたい。あ、負傷してんじゃん。待って、見つかる。あ、ドローンか。そう、ドローンだよ。あ、見つかる。ね、何この段差、降りれないの、この段差。いや、呪文。ちっちゃい。ドローン壊そうと思ったら無理だったわ。あれ、一言も会話を交わしたようには見えないけど、情報取れた。オッケー。あ、取れた。よし、あとは片付けるわ。だいぶヘッドシットすればチャレンジ終わるんだ、俺は。なーん。急にくの字に曲バレがる。た。
はうぜうぜ。やっちまえ。あと3キル。あれ？え、どこにいる？痛い痛い。ここに来たのは失敗だな。はるかうかどうだか思い知れ。たった一人の敵に何を3人でね。あ、本当だ。あ、ちょっと待ってね。いや、開幕負傷食らって映画がゴミゴミゴミのゴミだったわ。野生動物が侵入してきてる、ここ動物園かな。せっかくさ、偵察グルネードかなんかさ投げてもらったけどさ、きっちりと偵察ができてないんだよ。中途半端なんだよ。いた。普通に増援来ただけじゃない？いや、増援キャンセルってなってた。あ、うん。よいしょっと。あとこいつだけか。ん？いや、先に。え、姿を消したって何？いつ終わるかな。終わりそうにないな。あ、で、何何？あ、このまだいるやんけ。よろしく。この研究開発センターの中心の小島に生存者がいる可能性があるらしい。へえ。まあちょっとクレートとか開けちゃうけど。AK、 あれ今持ってる AK よりこっちの方がそんなもんだ。よし、で武器にスキルポイントもある。あるね。ここ建物の割に敵が少ない。隅になくなっちゃったっていうか、殲滅しちゃった。というか、結局この敷地内の小島に生存者がいるなら、わざわざ情報を集めなくても隅から隅まで探索すれば済んだのではとも思っちゃうけど。情報集めて行ったの誰かな。いや。もう何がしたいのか全く分かんねえ、このドローン。え、俺そこに今ドローン特に映って。いや、ドローンってのじゃねえ、ロボ、なんか機械が動いてんだけどさ。ほう。全く用途が不明だわ。よし、アイテム収集 OK。 小島に行くぞ。うん、小島。あとは言ってもいる可能性だから、いなかったたりするかもしんない。うん、あっかもやわないけど、これを小島と呼んでいいのか果たして。島でしょ、死んでるやん。え、本当に。ああ、あららららら、あ、青い死んじゃってる。あ、死んでるけど、それ開ける。あ、おおい、やめてくれ、頼む。お前は敵だ。俺も被害者だ。プレイカー専用の護衛を連れてる。持ち場を離れた仲間が脱走部屋扱いされて殺された。厳しい生活だな。うん、ブレイクはひどいやつだ。そもそも俺の持ち場はここじゃなくて監視センターのデスクだったのに。私の作戦区域に入ってくるとはどんなクソネズミなんだ。
墜落したヘリの兵士かと思われます。全滅したものと思ってましたが。それでドローンが攻撃されているのか。そうです。くそ、カーボーイ気取りどもに泥遊びされちゃ困るんだよ。セクター2のドローンの映像を出せ。おい、そこだ、拡大。あの動物ですか。この救いようのない頭の弱い間抜けが人間という動物だ。移動しています。ならなんで追わないんだ。おい、どこに行った。姿を消しました。何やってるんだ。お前の母親はゴムが破れたことをさぞ後悔しているんだろうな。え、探せ、とっとと探すんだ。はい。お前が消えたからブレイクの命令でお前を探しに来た。ブラックだ。クソ怖い上司やんけ。笑顔の絶えない職場だわ。どうしよう。顔引き。運が悪かったにしとくか。選ぶ仕事を間違えたな。あんたもな。ったく、早くしてくれ。痛いのは苦手なんだ。お前に使う弾はない。だが敵に知られても困る。はい。ブレイク、あれセンティネルの人か。入りねえんけ。じゃあね。クロムウェルの情報。ああ、センディネルが来たって。え、緊急メッセージの記録？ああ、やっぱあのブレイクってのはセンディネルのおじさまだ。おじさま。うん、解放しに来たけど、まあ死んでんなら解放のしようがないというか、まあすでに解放されてる状態かもしれんけど。次はスマグラー鉱物西部にあるドローン基地。ドローン基地、つまり とっても見つかりやすいかも。かも。俺天下の EMP グレネードあるから任せて。ああそう。EMP グレネードなら俺も実は持ってんだけど。ああただ使わない装備外してるからロケランしか打てないわ。ロケランこそいらんねえだろ。うん、そこもヘリポートがあるね。左の丘の上の方に行こうか。うん。これが本当にドローン基地。まあそうなんじゃね。結構ちっちゃく見えるけど W011 ドローン基地はてな。よいしょっと、アシカさん。あら、ちょっと警戒されてる。おお。消音ヘリかなんかが欲しいよな。もうちょっと。いいだろ、もうちょっと静かな。敵の拠点を一掃するですって。一番得意なやつじゃん。はい。めっちゃ朝つる。よし、とりあえずここで。手間あさりの。ほら、偵察の力を見せてくれ。任せとけって。あ、なんだ？これ EMP グレネード。
なんか偵察グレネードの有能なところを見せてくれ。有能なところ、あ、待って、おめっちゃもろ拘束されてんじゃん、あれ処刑台みたいになってるよ。あ、ほんとだ。え、というかさ、え、ここの死体は俺がやった。なるほど。あと2人気づかれないで俺を殺したいんじゃ。あ、泥が飛んでるんじゃ。あ、お願いお願い。なんか上にね、一般人が なんで民間人そこに。あ、というかこれはしごのはしご登ったら絶好のスナイピングスポットだな。あね、ライマ、スナイピングスポットがあると言っただけで俺がスナイピングできるかはちょっと分かんないけど。いや、俺そもそも今 DMR しか持ってスナイパーがないんだよな。何しに登った。あ、あのヘリポートの近くの科学者はぼっちか。フリーだね。フリーって。両手縛られてもなんとか立ち上がることぐらいできるでしょ。逃げちゃえばいいのに。絶対撃たれるわ。撃たれるわ。ああ、なんか誰も高いところ陣取ってないな、この敵。ね、みんな低いでもいい。いや、俺ちょっとあのぼっち科学者のヘリポートのところに移動しようかな。うん。あ、一人がヘリポートの方に来たぞ。あの一人倒したいな。じゃあ取っといてやる。止まったらやるわ。なんでそっち行くんだよ。俺はもういつでも撃てるけど。じゃあいいよ。はい。おや？あ、ドローン。ドン。はいはい。いや大丈夫、はい、大丈夫。僕はまだバレてない。警戒状態だ。そっか。ちょっと待てば警戒は解くはず。まだ死体も見つかってないし。死体わらわら集まってきた。うわぁ、硬いやつが俺の方に来た。あと一人倒してんだよな。よし、土をかぶる。いません。あ、こいつやっちゃおう。よし。戦闘目撃されたって。え？いや、死体を見られただけだ。ああ、みんなそっち警戒した。よし、俺はそっち向いてる敵を今のうちに。よし。なんだこのめちゃくちゃ敵を欺いてるぞ今。ね、このとりあえず警戒してる敵さんよ。どこから見られてんの。危ねえな。てめえか。もうひたすらに敵を減らしてるぞ。なんか息止めようとしたらブーとか言ってなんか止めさせてくる。いや、ちょ、今日体調悪いんだわ。体調悪い。ケツに力入っちゃってるもん。あ、違う、何してんの。よし、よし、よし、息止め切るをどんどんやっていかないと。やめろ、敵、お前が撃ったら科学者に弾が当たるぞ。は？おっと、とっと。後ろに。角度悪いな。まだ完全にバレていない。なんでバレてないんだろう。意味がわからない。はい、ベス。あとこいつだけじゃない。まだなんかセントリーガンみたいな。無人タレットってやつか。それくらえ。あれ、答え
なんだグレネード投げるぞこの野郎。あ、グレネードないんだった。え、オッケー。終わった。なんちゃってステルスの成功だ。あ、バレてないからね。そう、バレてない。警戒しただけだ。かもしれない行動をしていただけだよ、敵は。かもしれない。厳格に踊らされてる敵をやったそうそうそう。いや、なんか本作 AI がどうたらこうたら言ってるから、もう AI に支配されてんだわ、この敵ら。ずいぶん吐いていくなら。お、あー、SNR ってことはスナイパーか。これ装備しよう。じゃあね。あ、これ解放って。ああな。後ろ行けばいいのか。ちょっとレアとか残念だな。やめとこう。あと一人。その建物の上の方かな。どっから登るんだ。AK だな、4。別型の AK だ。AK4 なんだっけ。俺がどのあたりか見当はつくか。もちろんだ。なんかどこを探せばいろいろあって分かんなくなってくる。ありがとう。気をつけろよ。この建物の登り方が分からん。もう成功法じゃないところから行ったもん。これは情報ゲット。よし、早く解放したれその人。いや、1た。多分こっから行けるんだよな。ああ、しか今から登ってきたわ。ベクター、よし。お、靴のレアード3。これレアード3と呼べばいいのか、紫と呼べばいいのか。紫レジェンダリー。あ、レジェンダリーか。だ、なんとエピックなレジェンダリーだよ多分。まあ、なんだっていい、紫はいいものだ。いいものだ。よし、まあ、とりあえずここの科学者は無事に解放されましたと。じゃあクロムベルに報告に行こう。なんかすっげえ地味だったな。ちゃんちゃんちゃんだよ。